今回の動画では、短在から立位にする解除方法をご紹介します。利用者は、左上下肢に、麻痺のある方の場合で説明します。まず利用者に立ち上がることを説明し、同意を得ることから始まります。次に、立ちやすいように、利用者に浅く座り直してもらうように声掛けをします。次に、利用者に、 右手と右足の力を使って右の腰を前に出してもらいます左側の腰が残っているので介助者は左側の腰を解除する旨を伝えましょう次に利用者に観測の足を立ちやすい位置に置いてもらいます観測の足は介助で位置を調整します次に 観測の保護を行い、右手で仙骨部を支えながら利用者のタイミングで立ってもらいます。最後に体調を確認し、立位姿勢が安定していることを確認して完了です。今回の動画では。 短剤から立位にする解除方法をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ、このようなやり方で実践してみてください。